斉藤さん、やっぱ審判との相性ってありました？いや、僕はそこまで感じてはなかったですね。まあ、その審判の癖っていうか、その審判自体を理解する方が絶対無駄な神経を使わなくていいんで、だから別に相性悪いなとか感じたことないです。なんか最近は審判のちゃんと癖だったり、ストライクゾーンまでも調べるっていう傾向にあるって聞きましたけど。ああ、データとしてですか。いいですね、そういうのをこうもうデータとして出してくれる人がいるっていうのは、もうね、僕らはもう自分たちの感覚目でこうやってきたんで、いいですね。いや、まあそういうデータとかっていうのはもう数字ってもう傾向なんで、絶対ではないんで、僕もそう思うんです、いつも。それはプラスアルファの材料にするぐらいじゃないと、この勝負の世界はそこだけではやっぱ生きていけないとは思ってます。